買わねえ。もうザギないから。まあそう言わず、とっておきの商品がまだ残っています。もう騙されねえぞ。これ以上前から買い物をしたら破産しちまう。おお、いいんですかね、そんなことを言って。次の商品は地球侵略にとても役立つお宝なんですがね。なんだって。とにかくお見せしましょう。ストレージブレーカー。お、なんだ、今度はまともそうじゃねえか。ただの光線銃とかだったらしばくぞ。バカを言っては困ります。これは相手の記憶を消せる特別なお宝でしてね。こんな具合に。お、おおってよくわかんねえし、ふざけんなこの野郎。いいか、俺は残虐の行動隊長として立派な使命がだな。だからこそこのお宝は役に立つのです。これで地球人どもの記憶を奪って残虐の配下だと吹き込めば、一瞬にして侵略は可能じゃないですか。なんと、それはナイスアイディア。って買うと思うか。もう俺にはザリンがねえ。力ずくで奪うまでだ。意外と強いのね。話は最後まで聞いてください。今回は特別にサービスさせていただきます。満足いただけたならお支払いは後でも構いません。どういうことだ、何か企んでやがるのか。それは後ほど。それより君はできるだけ多くの記憶を奪ってください。何だと。何ですか、いきなり。おい残虐、また悪さしてんのか。何をするつもりか知らないが、懲りない奴らだ。大きい国の海賊ども、どこだ、姿を見せろ。海賊、言われなくても現れる普通の。みんなざっくり消えちゃおう。侵略なんて絶対にさせません。よし、行くぜ。海賊どもですか。噂通り豪快なやつ。なんだてめえ、残虐じゃねえのか。どっちだっていいし。それよりずいぶんと物騒なもん持ってんじゃん。それで何する気。どうせくだらない作戦だ。とっとと叩き潰す。やはり邪魔者は早く消さねば。となれば早速こいつの出番。ストレージブレーカーの力、海賊どもで試してみてください。なんかヤバそうだよ、あれ。あの方が関わってるみたいですね。何があるというのでしょう。使わせなきゃいい話だろ。なに、たく前から釣り気が多いな。アブデマーベラスてめえ、ジョーカー、お前らみたいな海賊がのさばってちゃ安心して勝負もできねえな。ルーツ、ああそのようですね、ジョーカー。なんだ、何よあんた、知り合いなわけ。まあそんなとこだ。こいつと俺は古いトレジャーハンター仲間でな。紹介が遅れましたね。私はトレジャーハンティングで得た宝や武器を売りさばく死の商人、ブーツ。戦争や侵略者に武器を売りつけて甘い汁を吸う最低な奴らか。いや、私は売った武器で星が滅んでいく様を見るのが好きでしてね。なんてことを、星が滅んでいくのが楽しいなんて。落ち着けアイム、俺たちがここにいる以上勝手なことはさせねえ。ジョーカー、てめえが絡んでるんならよほどのお宝が目当てなんだ。目的は何だ。さて、お前らの教える義理はねえな。今回のお宝は破滅の聖杯ってお宝なんだな。どうだ、拓也バカ、お前はいつも喋りすぎなんだよ。うっさいな、いいじゃんか。ジョーカーは狙った獲物を絶対手に入れるんだな。海賊なんかに教えたって怖くないんだな。確かに、私たちが組んで失敗したハンティングはないですからね。言ってくれるじゃないか。破滅ってのはどういう意味だ。仕方ねえ、ロア。破滅の聖杯と、人間の記憶から心の闇を増幅させて破滅を導くデンジャラスなお宝なんだな。何？つまりその聖杯の真の価値を得るには人間の記憶が必要なのです。奪われた記憶で聖杯が満たされた時、闇が目を覚ます。面白いじゃありませんか。俺は破滅などに興味はないが、トレジャーハンターの間ではレアな宝、
それが狙う獲物にふさわしい。ちょっと待て。じゃあさっき俺がもらったこいつはそのためのものか。その通りです。だから君は急いで記憶を集めてください。心は記憶が司る。記憶が溜まれば溜まるほど心の闇は強力になります。え、何それ、趣味悪い。分かっとくわけにはいかないね。マーベラス、ふざけた奴らだ。そんなこと誰がさせっか。あくまで邪魔をする気か。了解じゃ。いいだろう。そろそろお前らの顔も見飽きた。その首俺が狩る。上等だ。決着をつけてやる。行くぜ。出番だ。さあ聖杯を満たす最初の生贄になってもらいましょう。
まずい、このままでは記憶が。嘘でしょ、冗談じゃないわ。諦めるんだね、大丈夫だよ。待て待て、豪快じゃ5人だけじゃないんだぜ。豪快セルラー、豪快チェンジ、太陽潜入口、青き心に正義は宿る、黄色い歓声浴びまくり、肉にほっぺをピンクに染める、日本の若者ニューヒーロー、天に輝く、その名も妖怪シルバー。くー、決まったー。おっと、ちょっと何何、長えんだよ。助けに来たんならさっさとやれ。ふざけたやつだ。この数を相手にどう勝つつもりだ。お前も俺たちの狩りを楽しませてくれるってわけか。所詮は海賊どもの仲間、あまり期待はできそうもないですがね。ボッコボコのくっちゃくちゃなんだな。ロアクミンども、正義の戦隊魂を授かった俺の力、侮るなよ。はい、油断すんじゃねえぞ。任せてください。さあ行くぜ。愚かな地球人が海賊の仲間とは笑わせてくれる。僕のうちに生き抜いてきた私たちの力をお見せしよう。ジャックに見せてやるよ、地球人の底力。崩壊すりゃ銀に行くぜ。こいつなかなかやりますね。今だ、はい、さあやったー。さあやおれガイハロー、バウサキョー、ジョーカー、ルーツやるじゃねえか。見直したよ。へへブイ、いや照れるな。待て、まだだ。いや、久々にちょっと焦ったな。楽しかったぜ。無事だったかな。よかったな。なんだってね。いい線まで行きましたが、我々は甘く見ないでいただきたいですね。さて、茶番はここまでにしましょう。今度こそまとめて覚悟しやがれ。ストレージブレイク発動。誰だ、どけ。何を、マベラスさん、よっしゃ、はい、皆さん、来るな。やつらの狙いは俺たちの記憶。記憶を集めて星を破滅させるお宝を目覚めさせようとしてるんだ。そんなことになったら宇宙最大のお宝探しどころじゃないわ。ですから私たちに何があっても絶対にお宝を失わせてはなりません。え、何があるって言うんですか。そう、皆さんしっかりして。うん、お前誰だ。ここは一体どこでしょうか。あれ、私って誰だっけ。うわー、傑作だな。崩壊者は記憶を失ったぜ。効果は絶大のようですね。結構記憶を失ったってどういうこと。マーベラスさん、残念だったな。キャプテンマーベラス、ここで貴様の宝探しも終わりだ。哀れな仲間を連れて宇宙をさまようがいい。残された宇宙の宝は全て俺の獲物だ。ショックでしょうが、仲間の記憶も星を滅ぼす餌になるのです。光栄なことですね。ジョーカーにルーツ、邪魔者はほっといてお宝探しに行くんだな。ああ、今度こそお楽しみの狩りの時間だ。あらよ、海賊。立ち上がれ。くそ、マーベラスさん、ちょっとあんたら何者。
の奴らは何なの？おい教えろ。俺は誰で、お前は誰なんだ？皆さんはここにいるキャプテンマーベラスさんと一緒に宇宙最大のお宝を探して残虐と戦う海賊ゴーカイジャーですよ。そんなことまで忘れちゃったんですか？海賊ですか？宇宙最大のお宝って何のことだよ。記憶がねえってのはめんどくせえな。とにかく皆さんは悪い奴らに記憶を奪われたんです。一刻も早く取り戻さないと。一緒に来て。さあどんで僕がわけわかんないよ。記憶を取り戻すってそんなこと言われてもね。うるせえ。いいからお前らついてこい。ちょ、何すんの。ふざけるな。お前の指図を受けるつもりはない。ああそうかよ。だったら貴様。ちょっとマーベラスさん、ジョーさんも喧嘩してる場合じゃないでしょ。力ずくでも連れて帰ってやる。こんなことで俺の大切な仲間を失うわけにはいかねえんだ。仲間だと？そんなこと信用できるか。しかし今の私たちが頼れるのはこの方たちしかいませんわ。確かにそうかも。このままじゃ何が何だか分かんないよ。くっ、仕方ない。皆さん、よし、じゃあ俺はさっきの残虐を追いかけますから。マーベラスさんたちはなんとかジョーカーたちを止めてください。言われなくてもそうする。そっちは任せた。ガイ、よし、でっかい未来が危ないぜ。みんなの記憶は俺が絶対守ってみせる。さて、人間どものたくさん集まってるところはどこだ？記憶奪っちゃうよ。あれ？そんなに遠くへは行ってないと思うんだけどな。どこ行ったんだ？こっちか、それともあっちか？え、何？誰か見た？後ろ？こっち？え？うわっ！この野郎！捨ててきやがったのか！あ、ほら！え、待て！ついに手に入れた！破滅の聖杯！やっぴー！お宝ゲットなんだな。グッジョブジョーカー。やはりこの瞬間で最高だ。トレジャーハントしたこの時こそ俺に生きてる証をくれる。さすがですねジョーカー。これを地球人から奪った記憶で満たせば闇が生まれ、やがてこの星を破滅します。私はそれからの方が楽しみで仕方がない。俺はハンティングができれば満足だ。一度手に入れた宝にもう興味はない。好きにするがいい。全くドライな人だ。星の滅びゆく様は実に面白いというのに。相変わらず極悪人なんだな。ルーツ、この星の人間などトロに足らん存在だ。闇の力を使わずとも人間どもは互いを憎しみ、奪い、けなし合う。俺たちトレジャーハンターから見れば狭い星にしがみついて宝を求めないただの臆病者。放っておいてもいずれこの星が滅びる。そうでしょうか。私はこの星に眠るという宇宙最大のお宝が気になります。なぜこんな星に宇宙最大のお宝が眠っているのか。あるいは破滅の危機を与えれば正体を表すかもしれませんよ。まさかそれを確かめるためにお仕事を滅ぼして炙り出すつもりか。これこそ一石二鳥というものですよ。愉快だ、実に愉快だ。長年反対仲間として付き合ってきたが、お前のそんなとんでもねえ発想は嫌いじゃない。負けんじゃねえよ。なんだ、ただの悪趣味かと思ったが、宇宙最大のお宝まで狙ってやがったのはな。ゴーカイレッド、どうしてここに。しつこく追ってくるとは。このままおとなしく破滅を待っていればいいもの。黙れ、誰が破滅なんかさせるか。トットの仲間の記憶返してもらうぞ。随分と仲間思いの船長ですね。ですが一人で何ができるというのです。クキキキキ、バカなやつなんだな。うるせえ、俺は
一人じゃねえ。こうするしか道がないみたいだからな。あの方たちの持っているお宝を壊せば私たちの記憶は戻るんですよね。嘘だったら承知しないからね。本当だったとしても僕たちで勝てるのかな。なんで家族が揃ってるんだな。記憶は確かに消えたはずなんだな。おお、さすがキャプテン。記憶を失ってるとはいえ仲間を束ねる力は備わっていたということが面白いですね。破滅の前の余興ですか。記憶のない海賊がどこまでやれるのか見せてもらいましょうか。言ってろ。ここで忘れたんならこっちで思い出させるだけだ。てめえらなんか負けねえ海賊魂ってやつよな。行くぜ。どんな強がりをほざいても戦い方も忘れた海賊など相手にならん。つまらない余興でしたね。結局雑魚は雑魚ですか。クキキキキ、面白かったけどあとは時間の問題なんだな。ジョーカールーツ、アツキは次の仕事を探しに行くんだな。あとはよろしくなんだな。やろう。やっぱり無茶だよ。僕たちがこんな奴らと戦ってたなんて嘘だったんでしょ。自分が誰だったのかも忘れてしまっているのに海賊なんてできるわけがない。私たちここで死ぬんだね。もう終わりよ。やはり私たちには何もできません。諦めるしか。お前らバカなこと言ってんじゃねえ。誰が諦めるか。虚しいあがきだ。後悔レッド、貴様の仲間と共に破滅の糧となれ。ガイ、残念だったな、人間野郎。俺は結構やるよ。あいつ、死にかけの海賊が揃いました。そろそろ終わりにしましょう。海賊ども、ゲームオーバーだ。終わるか。戦える。やりましょう。俺たちは絶対に負けられない。もうこいつらにも興味はなくなった。レッツ。くそ。キャプテン・マーベラス、貴様のその生意気な声を聞くのもこれで最後だ。仲間の記憶も星の未来も、そして宝も、貴様は何も手に入れることはできん。マーベラスさん、メルカ。あいつ、なんであそこまで。このままではあの方はまだ生き返るのか。加減しねえ。わあ。何、お前をこのまま死なせるわけにはいかない。ジョーさん、ふざけるな。はっ。私やっぱり取り戻したい。自分の記憶をこんなところで諦めろ。僕たちも。なんでだか分かんないけどやらなくちゃって思うんだ。不思議ですが、皆さんと一緒なら何でもできる気がします。お前らやるぞ。俺たちの力で。うわこいつらは記憶を失っているはずだ。なのにこの力ありえん。このわずかな時間でここまでの信頼を取り戻せたというのですか。あの礼ならばもう一度全ての記憶を消すだけだ。まとめてくらいやがれ。マーベラスさん、俺は仲間と海賊やってきたこと絶対忘れねえ。簡単に消されてたまるか。こいつらとの記憶は魂に刻み込んでるからな。バカな、こいつらの記憶どんなに吸い込んでもなくならない。どうなっている。まずい、このままでは聖杯から記憶が溢れてしまう。しまった。
そう、破滅の聖杯が貯めていた人間どもの記憶が。なんてことをしてくれた。もうすぐで破滅が訪れたというのに。黙れ、これ以上貴様らに付き合うつもりはない。ちょっと休憩してたけど、私らもう絶対忘れないから。うん、宇宙最大のお宝のためにも。地球の破滅なんかさせません。何、どちらまで記憶を取り戻したか。記憶きた。これでてめえらのハンティングが終わりだ。ご迷惑をおかけしました、マーベラスさん。言うなって。お前らとじゃねえと宇宙最大の宝探しは楽しくねえからな。どうやら海賊の絆とやらを甘く見すぎていたようだ。俺の見つけ出した宝を目の前で砕くとは、僕も俺のハンターとしてのプライドを死に落としてくれたな。今さら後悔してんじゃねえ。今度は俺たちの番だ。強制逆転だ。これと決めますよ、皆さん。はい。豪快レッド、豪快ブルー、豪快イエロー、豪快グリーン、豪快ピンク、豪快シルバー。海賊戦隊豪快じゃん。私の計画を潰した貴様らをこのまま生かしておくわけにはいきません。うるせえ、あれに行くぜ。命だけは俺の手で消してくれる。前にも言ったかな、目に触れてやる命なんかねえんだよ。お前みたいなやつに俺たちの命も宇宙の平和も渡すわけにはいかない。黙れ。何が平和だ。そんなものは無意味。力ある者こそがこの世を支配し宝を得る。弱き者は何も得られず消えく運命だ。ジョーカー、ジョーカーもうお宝はなくなっちゃったんだな。これ以上こんな奴らと関わる必要はないんだな。早く帰るんだな。うるせえ、黙ってろ。これは俺自身の問題だ。口を出すな。ジョーカー、心配するな。俺はこんなところでは死なん。海賊ども全員狩り、全宇宙の宝を手に入れるまではな。分かった、きっと生きて戻ってくるんだな。こっちも全力で行くだけだ。豪快が、豪快サーブ、豪快スピア、行くぞ。させてもらう。お城を破滅させようなんて企むあんたらの方こそ消えるべきだっつーの。僕らは海賊の信念を貫いて、お前たち悪を遮る壁になるんだ。だから私たちは決して夢もこの宇宙も諦めたりしません。おのれ、みんな行くぞ。オーレンジャー機セット、ファイナルウェイ。ジョーカー、私はこの命果てようともこいつらを地獄へと。いいだろう、古い友人への届けだ。受け止め。ありがたく使わせてもらいますよ、ジョーカー。豪快じゃ。決着はまたの機会に取っておいてやる。貴様ら全員を狩るまで俺の獲物は貴様らだけだ。次こそ息の根を止めてやる。楽しくなっていろ。逃げやがったか。こうなれば一人でも多く地獄を引きずり込んでくれるわ。おっと、ついにぶっついしやがったみたいじゃない。このおぶしるつだ。はい。
メだ。決めるぞ。豪快クラッシュ。豪快クラッシュ。いいじゃねえか、毎回ぶっ潰してやるだけだ。でも今日のところはマーベラスさんとガイさんに感謝しなくてはなりませんね。そんなことないですよ。逆に俺たちは皆さんに助けられたんですから。ええ、記憶をなくしていた間のことは何も覚えていないが、どうやって元に戻ったんだ。それはですね、マーベラスさんが実は皆さんとの思い出をすごく大切に思ってて。終わったことだ、気にすんな。それより帰って飯だ。いつ。ちょっと待った、マーベラスさん。会場のみんなにちゃんと挨拶してかなきゃ。なんで俺がそんなことするんだ。それが地球の礼儀ってもんです。ほら、いいじゃん、たまにはやっておいたら。もしかして恥ずかしいとか、それとも緊張なさってるんですか。バカ言ってんじゃねえ。ダメだな。元気な挨拶はスーパー戦隊の大いなる力ですよ。これを言わなきゃ宇宙最大のお宝は手に入らないんじゃないかな。マジか。おマジです。仕方ねえな。ああ、地球人ども、じゃねえ、会場のみんな、今日は応援してくれてありがとな。また残虐とか危ねえ奴らが来たら助けてやる。だからもうちょい地球に邪魔させてもらうぞ。よくできました。で、これは何戦隊の大いなる力なんだ。え、全部のです。ガイ、てめえ騙したのか。いえ、だってそうでもまだ言ってくれないじゃないですか。そういう問題じゃねえ。ほら、待て。まったく、マーベラスも素直じゃないな。いいじゃん、それがマーベラスのいいとこだよ。何よ博士、変なそうに。まあまあ、では私たちだけで挨拶して帰りましょうか。だな。じゃあそういうことで、バイバイ。じゃあな。じゃあね、ごきげんよう。じゃあさあ、豪快ガンダム大勝利。博士と大学生さんに大きな拍手お願いします。プリンスロッテゴレンジャー。